どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤勇樹です。今日はですね、カードラボさんの方で初期カードの方ですね、ゲットしてきましたので、そちらのご紹介になっております。たまたまですね、お店に行った時にショーケースに並べられてたのかわかんないんですけど、結構な数の初期カードがですね、お安く売ってあったので、僕のためにわざわざ並べてくれたのかなと勘違いするほどのですね、ラインナップでございました。しかもですね、今回購入してきたカードは結構状態がいいにもかかわらず、お値段がなんとオール150円になっております。それでは行ってみましょう。まず1枚目がこちら、シャドウグールの初期スーパーレアになっております。切り込み隊長から最高じゃないですか。めちゃくちゃデザインが気持ち悪くてかっこいいっすね。そしてですね、先ほど申し上げた通り結構状態はいいんですよ。若干ですね、端っこの方にですね、折れというかですね、凹みがあったりはするんですけど、イラストのところは全然傷がなかったりとですね、めちゃめちゃ個人的には150円にしてはいい状態じゃないかなと思っております。初期カードの中でもですね、イラストの気持ち悪さは結構いいランキングに入ってくるんじゃないでしょうか。シャドウグールさん、こいつが150円でゲットできるのはめちゃめちゃ良くないですか。個人的にもですね、まだ1枚も持ってなかったような気がするんで、初ゲットかなと思っております。いやー、いいね。僕はB 本舗さんで初期カードを買うことが多いんですけど、カードラボさんでもですね、なんと特化品の初期カードをラインナップしてくれるようになっておりました。お次のカードがこちら、まさかのシャドウグールさんの2枚目になっております。2枚目も相変わらず気持ち悪いですね。こっちもですね、状態は結構いいんですよね。カメラ越しなのでちょっと見にくいとは思うんですけど、結構いいんですよ。こっちの方はですね、足の付け根のところにですね、白い傷がピッと入ってるんですけど、それ以外はですね、あんまり傷という傷が見当たらないんですよね。これが150円ってやばくないですか。めちゃめちゃ熱いなと思って購入してきました。お次のカードがこちら、守備封じのスーパーレアになっております。地味にこのカードは初めてゲットしました。小さい頃もですね、持ってなかったので、ようやく30代にして初ゲットになりました。なかなか今のデュエルの環境では使われないカードかなとは思うんですけど、懐かしいですよね。昔ですと意外と使えたりしないんですかね。相手のモンスターを一体守備表示にするとかなので、デーモンとか出た時にですね、こいつを使えば守備表示になるからですね、結構強いんじゃないかなと昔では思うんですけどね。しかも初期カードなんですけど、昔の初期カードってあんまりこういう人型のモンスターっていないんじゃないかなと思うんですけど、このカードでは人型が採用されておりますね。ここはですね、なんか個人的には他のドラゴンみたいなモンスターとかでもかっこよかったりするのかなと思うんですが、ちょっとそこが残念ですかね。まあでもこのカードもですね、150円でめちゃめちゃ状態が綺麗なんでいいんですよね。青背景なので傷が結構目立ちやすいんですけど、全然そんなことないんですよ。なんで特化品にあるんだろうという感じだったんですよね、見つけた時。いや、これめちゃめちゃ嬉しかったですね。初ゲットなんで、たまらんです。お次のカードがこちら、死者への手向けのウルトラレアになっております。めちゃめちゃ好きなカードなんですよ、死者への手向け。もう小さい頃からですね、常に僕のデッキでは入ってたような気がしますね。イラストもかっこいいですし、効果もこれ強くないですか。手札1枚捨てるとフィールド上のモンスター一体破壊できるんですよ。僕はブラックマジシャン好きなので、ブラックマジシャンデッキに採用してて、どうしてもですね、ブラックマジシャンの素の攻撃力の2500じゃ打点がですね、低くて倒せないモンスターが多かったので、こいつをめちゃめちゃデッキに詰め込んでましたね。そして見てください、このイラスト。まさに初期の遊戯王って感じでかっこいいっすよね。なんかこうホラー系というかサイコパス系というか、そういったのをですね、初期の遊戯王には感じるんですよね。しかも初期のウルトラですよ、こいつに限っては。初期のウルトラレアが150円ってですね、やばくないですか。モンスターカードではないにしろですね、この状態で150円はですね、マジで神でしたね、今回のカードラボさんは。いや、思い出もあるし、めちゃめちゃいいカードですよね。こいつはもう一押しのカードです。早くも次のカードがラストになっております。ラストがこちら、ブラックジャマーのウルトラレアになっております。いや、こっちも最高じゃないですか。初期のウルトラレアですよ。完備品じゃないんですけど、個人的にはめちゃめちゃ状態綺麗な方だと思うんですけどね。なんで150円なんでしょうか。しかもですね、エラーカードほどではないんでしょうけど、このマジックジャマーと書かれた文字がなんか若干下の方にずれてるような気がするんですよね。いやー、イラストがめちゃめちゃかっこいいですね。この六芒星の呪縛みたいなイラストなんですけど、
僕の仕事では持ってる人あまりいなくてですね、これ持ってるやつすげえ遊戯王強いみたいなイメージがあったんで、当時欲しかったんですよね。初期の遊戯王はワンボックスから1枚ぐらいですかね、ウルトラレアが出るのが。パックもですね、1回に1パックとか2パックしか買ってもらえなかったんで、まあ当たらないですよね。うん、やばいな、めちゃめちゃかっこいい。こういう初期系をですね、今後ニゴレアみたいな感じで収録してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいんですけどね。ヒストリーコレクションになると思うんですけどね。どうでしょうか、コナミさん。はい、以上がですね、今回カードラボさんの方で購入してきました、オール150円の初期カードたちになっております。魔法カードとトラップカード多めにはなってるんですけど、個人的にはめちゃめちゃ大満足でしたね。今回言ったですね、カードラボさんは普段はですね、ここまで特化品という感じに力を入れてるわけじゃなかったんですけど、たまたま行った時がですね、めちゃめちゃ安く初期を売ってたので、初期好きの僕からするとですね、もう大歓喜のコーナーになっておりました。個人的にはですね、まずは超お得な特化品でですね、初期をコンプリートしたいなと思ってますので、初期カードを見つけたらですね、これからもバシバシ購入していきたいなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。